テスカトリポカ、テスカトリポカ、テスキャトレポカは、アステカ神話の主要な神の一柱である。神々の中で最も大きな力を持つとされ、キリスト教の宣教師たちによって悪魔とされた。テスキャトレポカは、ナワトル語でテスケイティール、鏡、ポカ、煙るという言葉からなり、従ってその名は、煙を吐く鏡を意味する。鏡とは、メソアメリカ一帯で儀式に使用された、 黒曜石の鏡のことを示す。その神聖は、夜の空、夜の翼、北の方角、大地、黒明るい石、敵意、不和、支配、予言、誘惑、魔術、美、戦争や争いといった幅広い概念と関連付けられている。この神の持つ多くの別名は、神聖の異なる側面を示している。もう一個意味、モヨコヤに、全能者、キトラ公ンキトラカーン、 我らは、彼の奴隷、アイパルニームーニー、イッパルネモアニ、我らを生かしている者、ナコックヤとネコックヤを取る、両方の敵、トロックナワック、トロケナワケ、近くにいる者かたわらにいる者の,の王、ヨハリーアヘイコット、ヨアリエカトル、夜の風、オメアキャトル、オメアカトル、ニノアシ、エレヒューイコアタロールティクペイク、イルイカワトラルティクパケ、天と地の所有者、ナヒューエルピリー、 ナワルピーリ、高貴な魔術師などである。通常、テスカトリポカは、体は黒く、顔に黒と黄色の縞模様を塗った姿として描かれ、しばしば右足が黒明るい石の鏡か、蛇に置き換わった姿で表現される。これは、アステカの創生神話において、大地の怪物と戦い、右足を失ったことを表している。時として、胸の上に鏡が置かれ、鏡から、 煙が生じている様子で描かれる場合もある。テスカドリポカのナワルはジャガーであり、神聖のジャガー的な側面がティペオロート、テッペイオロトル、山の心臓という神とされる。アステカの祭祀歴であるとなるポワリ歴で、テスカドリポカは、トレセーナ、イチノオセロトル、ジャガーを司り、またカトル、足のヒの支配者である。テスカドリポカの姿は、 オルメカ人やマヤ人に信仰された初期のメソアメリカの神々を思い起こさせる。いくつかの類似点がマヤ神話のポポルブフに書かれたキチェ族の神に存在する。ポポルブフの中心的な神はトヒルという黒明るい石を意味する名であり、生にを要求する神であった。また、古典期マヤの統治と雷の神である。神ケイは煙を出す黒明るい石のナイフを額につけ、 片足が蛇に置き換わった姿で描かれている。テスカトリポカは、しばしば、アステカの文化英雄である神、ケツアルコアトルのライバルとされる。創世神話の一つ、五つの太陽において、最初の世界は、テスカトリポカが、太陽として支配していたが、五十二年周期が十三回、経過した六百七十六年後、ケツアルコアトルによってテスカトリポカは、 大きな棒で殴られ水の中に放り込まれ、太陽の座を交代した。そこで彼はジャガーに変身して水から飛び出し、世界に住んでいた巨人を皆殺しにしてしまった。二番目の世界はケツアルコアトルが太陽として支配したが、五十二年周期が十三回、経過した六百七十六年後、ジャガーに変身したテスカトリポカが現れ、ケツアルコアトルを蹴り、太陽の座から追い落とした。 この世界に住んでいた者たちを強い風が運び去り、一部の残った者も猿に変身させられた。三番目の世界はトラロックが太陽として支配したが、52年周期が7回、経過した364年後、ケツァルコアトルが天から火の雨を降らせ、トラロックを太陽の座から引きずり下ろした。四番目の世界はチャルチウィトリクエが太陽として支配したが、 大洪水によりこの世界に住む者は流され魚に姿を変えられた。今の世界は第五の世界にあたる。別の創生神話においては、テスカトリポカ、ケツァルコアトル、ィチロポチトリ、シッペトテックの四人の神が世界を創生したとされた。彼らはそれぞれ黒、白、青、赤のテスカトリポカと言われた。四人のテスカトリポカは男女の二元性を表す。 資源神オメテクトリとオメシワトルの息子であり、世界と人と同様に、他のすべての神の創造者である。ケツァルコアトルとテスカトリポカの対立関係は、テスカトリポカがケツァルコアトルを騙し、トゥーラの支配者の地位から追いやった、トピルチンケツァルコアトルの伝説においても語られいる。しかし、興味深いことは、ケツァルコアトルとテスカトリポカは、共同で異なるものを創造し、 両者とも生命の創造に関与したと見られることである。メソアメリカ地域宗教の専門家、カール・タウベト・メアリミラーは、何よりもテスカトリポカは、衝突を通じての変化を具現化した存在であると説明している。テスカトリポカは、ボルジア絵文書の最初のページに、トナルポワリ歴における20日の象徴を身につけた姿で表されている。コスピエ文書では、 闇の精霊とされ、ラウドエ文書でも同様である。テスカトリポカ信仰は、王権と関連づけられる。王の儀式において最も長く最も経験ないノリの対象であり、即位の演説の際に、しばしば言及されたほどである。テスカトリポカの神殿は、テノチティトランの祭祀区域の中にあったとされる。テスカトリポカの祭祀は、アステカ太陽暦の五番目の月であるトックスケイトル。 年しかとる、乾燥の期間に行われた。祭りの準備は一年前から行われ、神官によって、テスカトリポカによく似た、若い男が選ばれた。祭りまでの一年間、男性は宝石を身につけ八人の従者をつけられ、神のような生活を送った。最後の一週間に歌い踊り大いに食べ、四人の若い、女性と結婚した。祭り当日、男性は、神本人のごとく、 あがめられ、自ら神殿の階段を上り、神官はその胸を切り裂き心臓を取り出したいようへの、生贄とした。生贄の死の直後、翌年の祭りのために、新しい犠牲者が選ばれた。9番目の月の祭りであるミカエル・ヒュートントリー、ミッカイル・イトントリー、死の小祝園、15番目の月の祭りであるパンクエ・ツイヒー・ザリー、パンケツアリストリー、旗の慶応においても祀られた。 大英博物館にテスカトリポカを表したと考えられる人間の頭蓋骨を機材にした黒曜石とカワセミのモザイクのマスクが所蔵されている。マスクは1400年から1521年の間に制作されたとみられる。メキシコで発見され、1860年代にヘンリー・クリスティによって大英博物館に寄付された。モザイクのハメイシは、 ターコイズとアタンで作られ、その目は貝のリングと鋼鉄鋼でできている。それらは30歳代と見られる人間の頭蓋骨の上に直接配置された。歯は頭蓋骨そのままのものだが、上前歯4本がなくなっている。頭蓋骨の後ろの部分は切断され、皮が張られていた。頭蓋骨と顎の部分は皮で繋がれており、動かすことができる。 大きさは高さ19.5センチメートル、幅12.5センチメートルである。おそらく着用者の腰の部分につけられたと思われる。マスクの発見場所は知られていないが、行為の神官か、皇帝自身が使用したと考えられている。アステカ創造神話の一つに、テスカトリポカトケツァルコアトルが力を合わせて、世界を創造したという伝説がある。創生が行われる前には、 日清の前には、海しかなく、サパクト砂漠パクトリー、ワニの女神と呼ばれる大地の怪物がいた。怪物を引きつけるために、テスカトリポカは、自らの足を餌にし、怪物はその足を食らった。日清は怪物を捕らえ、その体から大地を作った。その後、人間が創造され、人々は、シッパクトリーの苦痛を慰めるため、生けを捧げることになった。この伝説によって、 テスカトリポカは片足がない姿で表される。一方で他の創世神話において、テスカトリポカが太陽として世界を支配することになったが、ケツアルコアトルは宇宙を敵に支配されることに我慢ができず、テスカトリポカを打ちのめし空から追いやった。怒ったテスカトリポカはジャガーに姿を変え、世界を滅ぼした。ケツアルコアトルは太陽の座をテスカトリポカと変わり、 世界の二番目の時代を開始する。テスカトリーポカは、ケツァルコアトルを打ち倒し、テスカトリーポカの送った強風は世界を荒廃させ、生き残った人間は猿に変身させられた。雨の神トラロックが三番目の時代の世界の太陽となったが、ケツァルコアトルが世界を再び滅ぼす日を送り、生き残った人間は鳥に変身させられた。四番目の時代の世界は、水の女神、チャルチウィトリクエが、 太陽となったが大洪水に破壊され生き残った人間は魚に姿を変えられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。